ブンデスリーガ第7節が4日に行われ、ホ守テンハイムと日本代表内田篤人の所属するシャルケが対戦。内田は右サイドバックで先発し、今シーズン初のアシストを記録してきたが、試合は1対2で敗れた。試合後、インタビューに応じた内田のコメントブンデスリーガ日本語版公式ホームページが伝えている。内田は、立ち上がりは結構チャンスがあった。それを決めきれないと。 と、敗因の一つとして決定力不足を上げ、思うように縦パスも入った。そういうチャンスで点を取っていかないと、と続けた。クラース・エン・フンテラールへのアシストを決めた場面については、彼の力だけどね、フンテラールはやっぱり点を取るところがすごい。苦しい中でも点を取ってくれて、流れを引き寄せてくれるのはさすがだなと思います、とコメントした。内田は、 自身の膝の状態についても言及。まあ、試合が始まってしまえばという感じです。動いた後は、多少の負荷がかかってリバウンドは来るけれど、それはしょうがない。今のところ、このペースならやれそうです。と語り、試合が続くと筋力トレーニングができないので、練習ではももや膝の筋肉をつけるのに時間を割きたいです。と2週間のリーグ中断期間を利用して、 障していた膝の筋肉を補強していきたいと述べた。